ちは、子犬です。お取り寄せをしました。ハマっております、お取り寄せ。前回むすびさんのバスクチーズケーキを食べたんですけど、それが今私がハマってる YouTuber さんが動画で大絶賛されてたバスクチーズケーキだったんですけれども、今回もその YouTuber さんが大絶賛されていたこちらの龍月さんのトカチックバスキューカラバッサを買いました。読み方合ってるかな。これはかぼちゃのバスクチーズケーキです。それとなんかね、全部美味しそうだったの、その龍月さんのサイト見てたら。なのでこれも買ってみた。酪農ミルクバターケーキー、なんかすっごいパッケージ可愛いですよね。なんかレトロでとっても好み、この牛さんが踊ってるマーク。というわけでこちら今から食べていきたいと思います。いや本当にテンション上がる。では改めてパッケージのご紹介をしましょう。まず表紙っていうの、このこんな感じ、なんかおしゃれで楽しげてとっても可愛い。ねっとりクリーミーなスペイン生まれのバスクチーズケーキ、龍月のトカチックバスキューに北海道産のかぼちゃを練り込みました。ということで美味しそう。オープン。わっ、ね、見て中も可愛い。やー、じゃじゃーん。わっ、すっごいいい匂い。何これ。いきます。かわいい。なんか思ったよりもかわいいサイズ感だ。あ、めっちゃおいしそう。そしてこちらのバターケーキ、こんな感じです。もう北海道だからさ、チーズとかバターとか絶対おいしいですよね。絶対おいしい。お皿に持っていきましょう。断面すごくないですか？絶対欲しい。それではいただきます。どっち食べようかな。あ、じゃあこの手前のこっち食べます。すっごい美味しい。なんだろう、かぼちゃの煮物感がある気がする。隠し味にお醤油が入ってるらしいんですよ。だからかな、なんかかぼちゃの煮物食べた後みたいな感じがするんだけど、どうだろう。めっちゃ美味しい。この中のトロッとした部分、いただきます。
これね、すっごいすっごい美味しいかも。大好きかも。いや、食レポ上手になりたい。もう絶対これ言葉じゃ伝えられない。なんか、なんだろうな、外側の部分はさっき言ったみたいにちょっとこうかぼちゃの煮物感みたいなの一口目感じたんだけど、今食べたのはそこまで煮物感ないけど、うん、でもなんだろうな、お醤油の感じはする。で、この中心のとろっとした部分、ここはもう完全にスイーツ。すっごい滑らかだし、え、なんだろう、ちょっと待って。プリンかな、なんかプリンとも違う、なんだろうね、とろっとしたとろけるプリンかも。プリンなのかーいすっごい、これは食べてほしい。あー、キラキラー。10月27日まで販売されてるみたいなんで、そのね、私の好きな YouTuber さんももう一台買おうかなってすごい言ってたんですけど、これ私ももう一台買おうかな本当に美味しい。これすごいよ。これね、こっちの半分はお父さんとお母さん用にプレゼントする予定なんですけど、もう今すぐあげに行きたいほんとに外側と内側で印象が違うので2倍楽しめるケーキって感じです。中は本当にかぼちゃプリンみたいなとろっとしたスイーツ感が楽しめるし、外側は結構ね、ねっとりしててバスクチーズケーキって感じがします。で、ちょっとこう、ちょっとカリッとまではいかないけど、表面ちゃんとこう乾いてる感じというか、なのでこう、なんだろう、食感が本当に楽しいかも。本当にうまく伝えられなくてもどかしいけど、これは食べた方がいい。正直ね、私まあまあ普通に美味しいなっていう時でも、とっても美味しいですとか結構言っちゃうタイプなんですけど、これはとっても美味しいです。うん、本当にだから正直な食レポをしたいですね。もう、ちょっとではこちらのバターケーキいってみたいと思います。いやー、これもめっちゃ美味しそう。ちょっと後で半分に切るんだけど、このままいってみたいと思います。失敗しちゃった。フォーク入れた感じは結構固め。いただきます。なんだろう、もこ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 食感でね、なんかこう、これなんだろう、なんかナッツみたいなのが下に、砕いたナッツみたいなのが下に入ってますね。おいしい。もうね、これは素朴系です。素朴な感じ。あ、でもね、やっぱりこっちの感動がちょっと大きすぎるかも。なんだろうな、なんか懐かしくなる味かも。こっちは美味しい。もう口どけ滑らかって感じ。もうほわっとなくなっちゃう。ほわほわしてる、すごく。バター感はないかな。なんかね、すごくミルキーって感じでもないかも。かなりあっさりしてる。
はい、というわけでめちゃめちゃ食べかけで申し訳ないんですけど、これこの後すぐ食べて、あと今すぐお父さんとお母さんにこれ持っていきたいと思います。これは綺麗に半分に切って後でゆっくりいただきたいと思います。本当にね、この子ぜひ食べてください。皆様とってもおすすめでございます。本当に美味しい。嫌いな人いないと思ううん、絶対いないと思う。というわけで今日も子犬のうちに遊びに来てくれてありがとうございました。バイバーイ。